はい皆さんこんにちは、えっと、本日は、えっと、ときめきエスカレートの、えっと、縦連後半の縦連部分の、えっと、解説をしていきたいと思いますまず初めにどのようになってるか見てみましょうはい、まあ、このような感じでやっております では、譜面コーを見ていきましょうはい、えっと、このような感じになってますで、えー、まあ、はめの、初めやったときはかなり、えー、まあ、難しかったと思いますこれ、どういう風に撮るんじゃん、全然間に合わないようなってでも、えっと、まあ、デレステのある特徴を生かせば、えー、かなり、えっと、撮れるようになってきます まずその特徴というものは、えっとまあ、デレステのこのタップ、まあ、する範囲っていうのは縦に広いんですねでその縦に広い特性を生かしてここの縦レン部分をこのように取ってますわかりますかこのようにここが、えっと、ノーツのまあ

で今多分タタ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 ,タここでここに来てるんですね。で今左で最後押したと思います。でその調子で例えば次の右左で取ってしまうとえー、次のここも左なんですね左側に来てるんでえまた左かいやちょちょっとこれもう早くていけないっていうふうにまあなってしまうので。 そこで余裕を持たせるためにタタ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 今ここまで来ましたでその後のここの2つを右で取りますタッタそうすることによってスムーズにこの左手がこっち側に行きやすくなるんですねタッタでタッタでその上のここも左で取って右左右みたいな感じでやると かなりスムーズにえっ、ー、とまず合格率に繋がると思います。ではもう一度最後にまた見てみましょう。本当にそう取ってるのかっていうのをね確認してみましょう。 というような感じで、はい、やってます。